Space Monkeys TV。 Welcome to Space Monkeys TV へこそ。さあ、今日はね、もう初心者の人引け、ダウンショット、バッスリリグのダウンショット、こちらをですね、このアイテムをつけることによって、なんと簡単にできて、さらにその針の位置を調整できるようなやり方を紹介したいと思います。昔ね、僕はね、小さい時に結び方があんまり覚えられてない時に、ちょっと言い方おかしいな、結び方が、結び、ダウンショットの結び方を覚える前に、よくやってたやり方なんですけど、結構ね、Twitter とか SNS 関係でちょっとね、紹介されたりもするやつなんですわ。まあ、それを実際に今日はやってみて、まあ、3分ぐらいでまとめてすぐできちゃうよというような、簡単ダウンショット針可変チューニング。まあ、よく名前がわかりませんが、そんなのやりたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。それと、カメラ新しいやつだから。さあ、それでは3分で分かっちゃう針が動かせちゃうダウンショットのチューニングです。まず用意していただくのはこちら、テキサスロック。これは M ですね。要はテキサスリグに使われるこういったゴム管を用意してください。で、これは M と言いまして、8から12ポンドのラインに適合します。まあ、ベイトフィネスでダウンショットやる人にはぴったりだよって感じですね。ベイトフィネスっていうのがベイトでこんな感じ、僕のベイトフィネスリールなんですけど、これがね、だいたい7ポンドから、10ポンドぐらいの糸を使ってます。それにはこれがぴったりですけど、これ以上に小さいゴム感があったら、他のメーカーさんでも全然問題ないですから、用意してみてください。で、今回ダウンショットしたらやっぱりスピニングの細い糸っていうところで、自分の使ってるこちらのスピニングの糸のポンド数がこれ4ポンド、試してみたんですけど割とできました。はい、4ポンドライン結構細くて見にくいと思いますが、光の加減でどうにか見えるかな。で、今回使うのはテキサスロックの M。 これは8ポンドから、12ポンド適用なんですけど、4ポンドでもできちゃったんでいきます。これで何をやるかと言いますと、初めてゴム管を見る人がいるかもしれませんが、テキサスリグと言いましてね、こういったゴム管があります。こういったね、黒いね、ゴムがついてるんですよ。こんな感じで、で、先が輪っかになってる。ここにですね、輪っかの先に通します。こんな感じで、で、このゴム管を上にキュッと引っ張ると、キュッと引っ張ると、あら不思議、こちらの糸にゴムが映るではありませんかっていう感じで設置できます。で、こういうに1個通しましたら、次に何をするかというと、ここにダウンショット用の小さい針を入れます。はい、持ってきました。こちらがそのダウンショットに使う自分の小さいフィネスフックですね。これをですね、このゴム管を通した糸に入れちゃいます。こんな感じに通します。見えますでしょうか。もうここまで来ればあと何をするか分かりますよね。そうなんです、もう一個ゴム管を糸に通しまして、スッと持ち上げちゃいます。そしてこの通したゴム管をキャーッと絞ると、こんな感じでダウンショットの針がゴム管に挟まれて固定されちゃいます。こんな感じですわ。はい、こんな感じで進化を結びました。進化ちょっとね、見やすいようにでかいやつをつけてます。今こうなってるんですけど、これをどうするかというと、このゴム管を持ってキューッと上に引っ張ることで、そのダウンショットの下のリーダーの長さが変更できちゃうという感じですね。で、しっかりとこれキュッと挟んであるんで、針も上を向いていて、ここにワームをつけることによって、しっかりと針がね、横にぶれない、しっかり上を向いてくれるんで、これ割とホールド力あります。で、こうやって動かしてもキャストしても割とずれないです。めちゃくちゃ簡単で、針の位置もこうやって移動できちゃうところは利点としていいんですけど、やっぱりね、ちゃんと結んだ方が、その位置をずっとキープできるし、このゴムの浮力でちょっとね、やっぱり浮き気味になっちゃうかなっていうのはあります。ピンと張ってシェイクしてる分はいいんですけど、やっぱり自然に止まってステイしてスーッて落としたいとかになると、やっぱりワームの動きが、変わってきちゃったりしますので、慣れている方はちょっとこれやってみて、あ、これいいじゃんと思ったら、まあ、それでやってみる。で、初めての人はこれに慣れてきたら、しっかり結べるようにして、基本的なダウンショットのリグり方を覚えていくっていうのもいいかもしれませんね。そんでもって、このダウンショット、これね、移動するときにこうやってよく針をガイドにかけて、で、くるくるとちょっと糸を張って、で、このまんま、車とかにサッて入れるじゃないですか。
その時にね、このね、進化が結構プランプランしたり、ぐるぐる巻きついちゃったりで、結構煩わしいところがあったんですけど、まあこれ、可変なんで、さーっとね、この針を、重りの方に落としちゃってから、こうやってかけて、くるくるとくると、糸を張って持ち運ぶと、シンカーがね、ブラブラしなくて、これがね、俺で好き。これが好きでね、昔よくやってたんだけど、どうでしょうか。このゴム缶のね、代金だけがかかっちゃうんでね、切れた時は結構ショックかなというところはありますが、まあそこはね、二足さんも安オルガイの全入しないというところではあると思いますが、大きいバスをするためだったら、トライしてみてはいかがでしょうか。以上、スペースモンキー TV でした。バイバイ。